はい、どうもこんにちは、ケンジです。本日なんですけども、前回このような動画をね投稿させていただきました。シュプリーム村上隆っていうね購入してみたという動画なんですけども、なんとねようやく届きました。早速ね中身の方で、ね、見ていきたいなと思います。数なんですけど、こちらの数になります。はい、というわけで今回3つほど購入させていただきました。じゃーん、こちらになります。なんかね、届くとね案外ね、あ、こんなもんなんだみたいなね、結構あっさりした感じでした。これね、着るのねすごいためらうわ。もう今ストック X とかでは見てないんですけど、大体600ドルから700ドルぐらいじゃないですかね。これね、マジ関税が高くて1万円っすよ。1万円、1万円の関税がかかりました。皆さんもし今から購入するっていう方は、まあ、1万円ぐらいかかるっていうことを想定してください。というわけで、うわ、これ着るのね無理だわ。ちょっとねすげえ勇気いる。こんなん着れんわ。いやー、これはちょっとやばいね。かっこよすぎる。こちらのボックスロゴなんですけども、日本の YouTuber のラファエルさんがね直接村上隆さんからもらってましたね。すげえな、 YouTuber すげえな。あの隆村上に直接もらえるって相当よ。日本の現代美術の中ではもう本当に多分一番売れてるんじゃないかなくらいなレベルの方なんで、まマジですごいです。まあんまり日本ではそんなに評価は高くないんですけども、まあ、高いんですよね。高いんだけど海外だともっともっと高いねっていう話です。マジでやばいな。あまりにもかっこよすぎて、もう自分で着るのがためらうぐらいなレベル。もう僕この安いボックスロゴでいいです。もうこれイギリスのエンドで40ポンドぐらいかな、免税して買いました。これ結構いいっすよね。これ結構良くない？はい、というわけでね、もうこれをねちょっとね買ったけど、わかるかなこれ。もう俺飾りてえもん。普通に飾ってたい。額縁みたいなの買って、よくあるじゃん、なんかフールズジャッジとか有名なお店とかがさ、こうやって飾られてるじゃん。そんな感じでもう飾っていきたいぐらいのレベルです。もうこれ服じゃないからね。もう、まあ、とりあえずどんな感じかっていうのを見ていきたいなと思います。うわー、えぐいて、えぐくない？うわ、これはハイプですわ。裏には COVID-19 っていうね記載があります。これ竹的にはまあ十分かな。てか、でけえ、普通にでけえ。これだとかなりでけえ。着てみると、まあ、こんな感じっすね。かなりゆったりとしている感じっすね。これね、白の T シャツだからね、マジ汚れんの怖いわ。これめちゃめちゃ高いから、僕みたいな貧乏人が買うものではない。多分、村上隆さんとかからもらったり、60ドルで買うぐらいが、マジでちょうどいいなと、僕は正直に思います。こちらのね、ボックスロゴティーはね、適当に飾っていきたいなと思っております。これはね、着れないっす。はい、というわけで残りね L と M ね2つ余りましたというわけでね、余っていないんですけどね、余っちゃいないです。前回の動画ね皆さんにねちょっとね期待をさせすぎたのではないかなと思いましてね、こちらなんですけども、僕からのプレゼントをしたいなと思います。はい、おそらくもうこれ系でプレゼントするのは僕最後にしたい、最後にしたい、さすがに最後にしたい。今回の COVID-19 の影響で僕のねやってるタイでの事業とかでもかなり痛手を負っていまして、正直利益になっておらんというわけで、まあ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 、リアルなことで言うと結構まずいです。結構まずいんですけど、もうやっちゃったものはしょうがないので、もう皆さんにねこれはねプレゼントしたいなと思います。もうこれ系のものをプレゼントするってボイじゃないっていうぐらいですね。いないでしょこれをプレゼントする人なんて。ちなみにこれフェイクじゃないです。 100% もうストック X で購入したもので、このレベルのフェイクはまだ出回ってないので、もう 100% 本物です。抽選方法とかをねどうしようかなってすげえ悩んだんですよ。前回の動画で結構ね皆さん楽しみにしてますみたいなねことを言ってたんで、これでねあげないわけないでしょというわけでね、面白いコメントがありまして、こちらをねプレゼントする際には僕のサインみたいなのを書いてね、ぜひねプレゼントしてみてくださいって言ってたんですけどね、そんなことはしないよ、そんなことしないよ。僕みたいな人間のサイン入れたらねこんなマジ価値ゼロになっちゃうからね、本当に。できれば皆さんにねもうこのまんまのものを受け取ってほしいというわけで、僕はもう何にもしません、何にもしないでもう送ります。というわけで今回のプレゼント企画はね、こちら COVID-19 のねチャリティーを抽選で2名様にプレゼントしたいなと思います。こちらのプレゼントの応募方法なんですけども、まあいろいろ考えたんですけども、
ル登録はまあしなくてもいいかな。うん、チャンネル登録はしなくても大丈夫です。ただ当てるかどうかは知らんよというわけでね、とりあえず応募フォームこちらのね概要欄の方に貼っとくので、そちらの通りに応募してみてください。おそらくね Twitter と Instagram どちらかをかませると思うんですけども、どちらかをねフォローしていただければ、あと手順通りにやってくれれば応募は完了させます。でこちらのプレゼントなんですけども、できればね僕はねこれを売ってほしくない。もう本当に日本で、まあ、売ってほしくない、まあ、売ってもいいわ、最悪売ってもいい、最悪売ってもいいけど、そのお金は使ってね貯めないで使ってほしい、経済を回してほしい、これは僕からの願いです。なんかねプレゼント企画チャンネル登録うんたらって言うと規約違反みたいなことを言うんですけど、結構アメリカとかね YouTuber とかねいろいろ調べたんですけど、まあそんなことはないらしいですね。もう全然そんなことはなくて、僕のね尊敬する YouTuber ハリソンくんもねギブアウェイキャンペーンみたいなのやってまして、そこでねチャンネル登録っていうのを、ね、概要欄に書いてあるんで、アメリカの100万人超える YouTuber がそれやってんだったらまあ大丈夫なんじゃないのっていう感じなんで、できればねチャンネル登録してほしいなっていうのが心の声です。僕の正直な、僕はできればこちらは来てほしい、僕的にはもうぜひ当選したら SNS とかで着ているところを撮って証明してほしい。これね、まあまあまあ、でもさこれさ正直に考えて家に3つもいらんよね僕からしたら。もうこれだったら売ってそれこそこれからの動画とかの資金に回したいぐらいなんですけど、せっかくだしねこれはもうみんなで狙ってなんか面白い企画をやっていきたいなと思ったんで、こちらをね企画に混ぜさせていただきます。多分今ね僕の動画とかって結構スニーカー関連とか、まあ、レビュー動画ばっかになっちゃってて、本当に皆さんにね申し訳ないっていう気持ちでいっぱいです。なぜかって言いますね、やっぱりもっとスニーカーレビューだったらもっともっと面白い人たちだったりとかためになる知識だったりとかいっぱい持ってる人っていると思うんですよ、他の YouTuber さんで。で僕ができる強みって言ったらもう外国に行くとかね、それこそお金をなんか使った企画とか皆さんそっちの方が見たいじゃないですか。そんなね皆さんにねもう毎回毎回ねレビュー動画とかねあんま面白くない他の YouTuber さんがやった方が面白いような動画ばっかね見させてしまいまして、ちょっとね本当に申し訳ないなって気持ちがいっぱいあったね。やっぱり僕なりにできる企画といえばこういうプレゼント企画、プレゼント企画は別に得意じゃないんですけど盛り上げられたらなというわけでね、僕の気持ちを精一杯こちらに、ね、表して今回プレゼント企画させていただきます。でこれだけだとあんま良くないかなと思ったんで、やっぱアメリカばっかね募金したらあんま良くなくない、良くないよねって思っちゃったんで、僕ももっと右を切りまして、本当に額は少ないんですけども、こちらの動画の視聴回数かける1円を日本のねコロナウイルス なんだろうな、なんかあるよねなんかコロナウイルス、ヒカキンさんがね今日ね動画出したんでそこにね募金しようかなと思います。多分そんなに再生されないと思うんですけども、せめてもの気持ちをね募金したいなと思います。額が少ないくなるのは仕方がないというか僕の力不足でもあり仕方ないんですけども、僕からの精一杯の気持ちです。アメリカとね日本両方ね募金させていただきました。まあ日本もねアメリカもね正直そんなにお金には困ってないと思う、もうボン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 出すからね。だけどやっぱり気持ちが大事だと思うんで今回ね募金させていただきます。もしね募金したいなっていう他にもね、あ俺もケンさんの気持ちにつられて募金したくなったぜって方は無理して募金しなくてもいいんで、そのお金はコロナ明けになったら近くのね飲食店とかで存分にご飯食べちゃってください。というわけで今回ねこちらの方ね抽選の対象とさせていただくので、もうぜひね皆さん応募して、もうちょっとねコロナ、まあ、どんぐらいかかるかわかんないんですけども、これをワクワクしながらねコロナウイルスが終わるのをねもうちょっとだけ頑張って待ちましょう。抽選方法はまずね先ほども言ったんですけども、チャンネル登録はしてもしなくても大丈夫です。まあした方が当選率はもちろん上がります。そしてインスタグラムかツイッターのどちらかをフォローしてください。どちらもねフォローしてればね当選率はね2倍になるんでね、まあ、どちらもフォローしてもいいんじゃないかなと思います。当選したらそちらのねどちらか L と M なんで、 Twitter か Instagram のどちらかを当選者に連絡するので、 L と M どっちがいいですかって尋ねるんで、その時に先にね L って言った方に L は出しちゃうんで、この人は L しか切れなくても先に L 取られちゃったらもう M で我慢してください。できればね早めに連絡をいただければそちらの方を融通させていただきます。さすがに僕もそこまでサイズはないのでご了承ください。 Twitter かインスタグラムでおそらくなんですけども、タグをつけての何かしら投稿していただけると、そちらから
選ばせていただきます。もしかしたらもう簡単な、まだ決めないんですよ、まだ決めないんですよ。もうこの段取りの悪さ、リツイート関係かなんかタグをつけての投稿で、インスタグラムはなんかタグつけての投稿になると思うんで、リポストでもいいんですけどね。まあそちらはね、概要欄の方詳しく書いてあるんで、そちらをご確認してください。でこれの抽選発表なんですけども、6月中旬まで抽選対象としたいので、概要欄の方に全て書かせていただきます。これがいつ上がるのかちょっと僕もね存じてないので、そちらの方でね確認をしてみてください。というわけでね、ぜひぜひ皆さん応募してください。はい、そんな感じで今回の動画終わりたいと思います。この動画いいと思ったり参考になったと思ったら、グッドボタンのチャンネル登録の方よろしくお願いします。皆さん多くの抽選待ってます。さよなら、バイバイ。